いつもありがとうございます。ナナシです。では、今回なんですけどね、ポケモンの世界大会開会式のね、新情報まとめということで、ポケモン世界大会の開会式で公開された新情報まとめとなります。で、タイトルにもね、あるのように、スカバエの情報はということで、現在ね、ポケモン攻略班の方ではね、スカバエの情報をメインでね、取り扱っております。今回ね、ポケモン世界大会関係でね、情報来ると思ってましたので、こちら、公開されたのはどこなのか、ポケモンね、世界大会の開会式の情報まとめやっていきたいと思います。では、今後もね、ポケモン動画どんどん届けていきたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録、高評価で、応援よろしくお願いいたします。そしてね、最近なんですけどね、めちゃめちゃ登録者数増えております。そしてね、再生数とかも増えており、高評価とかもね、コメントとかもね、たくさんいただけるようになりました。前に比べて。とてもね、嬉しいです。ぜひね、皆さん、どんどんね、絡んできてください。では、ポケモンの世界大会開催中ということで、これ何なのかというと、ポケモンの世界大会、ワールドチャンピオンシップス2022が、現在ね、日本時間の8月18日木曜日17時から、8月21日日曜日の22時30分まで開催されております。で、世界大会開催中なんですけど、ゲーム、ポケモン関係のね、情報も出てくるということで、ちょっとね、こちら楽しみでした。で、結局ね、スカバエの情報出たのかどうなのか先に話しておきます。これなんですけどね、閉会式にね、公開される告知がありました。なので、出てないです、現時点では。じらしてきます。で、閉会式に関してはね、日本時間のね、8月21日日曜日の22時から、ね、約30分間あるということで、30分全部がね、スカバエの情報にはならないです。ね、それだとね、もう違うので。まあ、なので、5分ぐらいかな。いやーでもスカバエもあれだからね、閉会式で出す。10分ぐらいのムービーとかがあるかもしれない。なのでこちらの方でね、公開されるということで、22時ならみんな起きてれるよね。楽しみに待ちましょう。で、新情報どんなものが来るのか。これなんですけどね、新しいバトル要素の情報が合計からね、7から8つほどね、公開されると思います。で、こちらなんですけどね、前回の世界大会と同じように、新しい技、道具、特性などが1、2個ずつ。で、テラスタルの要素が2、3個公開されると、私の方ではね、考えております。結局ね、ポケモンの情報ってちょこちょこ出てくるんですけどね、それで傾向っていうのが分かってくるので、楽しみですよね。で、テラスタルに関して、こちらね、タイプがね、単タイプになるのか、追加タイプになるのか、またはね、弱点関係について、などね、テラスタルの大まかな仕様がね、分かるかもしれません。現在ね、情報が来たってね、結構動画いっぱい上げております。で、どうなのかっていうと、そんなね、めちゃめちゃ革新的な情報がすごい来てるかって言ったら、ね、そうではないです。なのでね、いろんなね、考察動画とかもね、まとめ動画とかも上げておりますが、まあ、まだまだもっと来てほしい。もっとね、欲しいっていう風なね、段階なので、どんどんね、こちらの仕様、公開されることを楽しみに待ちましょう。そして、そこからどんどんね、まとめていきたいと思います。じゃあね、ここからはね、開会式で公開された新情報、サクッとね、触れていきます。こちら、ポケモンマスターズエクストラと、ポケモンユナイトの新情報が公開されました。ユナイトもね、結構ね、盛り上がってるからね。で、サトシがポケモンマスターズに参戦ということで、ポケマス3周年をね、記念して、サトシ&ピカチュウが、8月28日15時から10月17日、15時まででいいのかな?こちら、バティーズサーチで登場いたします。で、新要素、シンクロ技追加ということで、ポケマスに新要素のシンクロ技が追加。サトシ&ピカチュウが初めてのシンクロ技持ちになるみたいなので、しっかりゲットしておきましょう。さあ、トレーナーズサロンがね、追加予定ということで、ポケモンマスターズにトレーナーズサロンが追加。トレーナーズサロンは8月25日、木曜日から登場いたしますということで、めちゃめちゃ可愛くない?最近の。めちゃめちゃ可愛いよ。おしゃれも大事なのでね、ぜひやっておきましょう。さあ、贈り物を渡して能力上昇ということで、トレーナーズサロンの紹介映像にはね、プレゼントを渡す項目がある。プレゼントを渡すことで、バディーズの能力を上げられるかもしれません。さあ、ポケモンユナイトに新マップ追加決定ということで、こちら新マップ、テイヤ制空遺跡がね、登場いたします。ボスとしてね、レックザが登場。詳細に関してはね、後日発表予定ということで、ユナイトもね、やっぱりマップ大事からね、新マップガンガン来てくれることは、嬉しいと思います。詳細後日ということで楽しみに待ちましょう。ではね、まとめといたしまして、楽しみです。閉会式が楽しみです。やってる人にとってめちゃめちゃ失礼だけどね。ね、今大会頑張ろうと思ってる人たちに、早く閉会式来いやっていうのはちょっと失礼ですけどね。スカバエの情報が閉会式で公開されるということで、世界大会楽しみながら閉会式をね、楽しみに
閉会式も楽しみにね、待ちたいと思います。では今後もね、ポケモン情報どんどんね、まとめていきたいと思います。ぜひね、チャンネル登録、高評価で応援よろしくお願いいたします。ではでは。